黒コブチズガメは、ヌマガメかチズガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国固有アシュアメリカ合衆国固有アシュ、最大高長15センチメートルとチズガメ属最小種。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも高長10センチメートル。C カンパンには、先端が丸く黒いコブ状の突起があり、特に第2、3、C カンパンのキールは発達する。 種商名内グリのだは黒いコブのあるのいで和名や英名と同義。廃校の色彩は暗緑色で各甲板に和や渦巻き状の細い単行色の反紋が入る。成長に伴い廃校の反紋が不明瞭になる。頭部は小型。銅鉱には暗色の横縞が入る。頭部や獅子、尾の色彩は黒や暗褐色。 目から頸部にかけて2から4本の黄色い筋模様が入る。頭頂部には上から見るとアルファベットの Y 字状の筋模様が入る。腰体は背高が上から見ると円形で、キールや後部円甲板の突起がより明瞭。腰体の円甲板の突起が同族の多種よりもやや発達することが英名の由来となっているが、後部円看板がノコギリ状に尖るのは、 地図亀面属全種に共通した形態である。成長に伴い廃校は細長くなり、キールも滑らかになる。復興の60%以上に暗色斑が入る。皮膚に入る、黄色い筋模様が細く、大部分を黒や暗褐色が占める。目後部の反紋は小型で、あまり外側へ湾曲しない。復興の30%以下の身に暗色斑が入る。皮膚に入る、 黄色い筋模様が太く、大部分を黄色が占める。目後部に外側へ湾曲した三日月状の半紋が入る。地図亀属内では、頭部が小型のグループに含まれ、分布や形態から気まだら地図亀や和門地図亀に、近縁で単形頭群を形成すると考えられている。水深が深く流れのやや早い河川に生息し、底質が砂や粘土質の流水域を好む。 アシュ、デルタクロコブチズガメは三角州に生息し、アシュメイデルティッコラも三角州に住むもののい。水性傾向が強いが、水辺の倒木や岩に登りに抗浴を行うことを好む。植生は動物食傾向の強い雑食で、元アシュは主に昆虫を食べる。アシュ、デルタクロコブチズガメは、海面、コケムシ、貝類、藻類などを食べる。 繁殖形態は卵生。アシュ、デルタクロコブチズガメでは6月に砂浜や中洲に1回に3から7個の卵を産む。年に2回以上卵を産むこともある。卵は60から68日で孵化する。以前は卵も含めて食用とされていたこともある。開発による生息地の破壊、水質汚染、車やボートによる交通事故、ペット用や 食用の乱獲などにより生息数は減少している。ミシシッキ州では法的に保護の対象とされ、アシュデルタクロコブチズガメの分布域周辺は生物保護区に指定されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。2006年にチズガメ属がワシントン条約付属書3類に掲載され、アメリカ合衆国からの輸出が制限されたため、 経済以前に流通した個体やそれらに由来する、飼育か繁殖個体が少数流通する、アクアリウムやアクアテラリウムで飼育される。ありがとうございます。